バーデン対抗国に有鉄道 IVF 型蒸気機関車はバーデン対抗国に有鉄道が保有した車軸配置 2C1 の急行用テンダー蒸気機関車である。1907年から1913年にかけて4回に分けて合計35両が製造された。本形式はドイツで最初に軸配置をパシフィックとした蒸気機関車であり、 アルフレッド・ドゥ・ムレーン式複式4機筒機である、フランスのパリオールレアン鉄道4500型に続き、ヨーロッパでは2番目に実用化されたものであった。後に、ドイツ国内の各方有鉄道を統合して、ドイツ国営鉄道が成立した際には、各方有鉄道から編入された、パシフィック機群において、王立ザクセン国有鉄道、ザバイブ H 型、王立ビュルテンベルク国有鉄道、 C 型に続く第3グループとされ、18.2型という形式名を与えられた。20世紀に入ると、各国の鉄道では、ボギー車の実用化などに伴う車両の大型化や、輸送需要の増大などにより、従来よりも大きく強力、かつ高速運転可能な機関車が求められるようになった。 その潮流はドイツにおいても同様で、南部に位置し石炭の入手条件の悪いバーデン、大抗国でも、大抗フリードリヒ一世の自由主義的、経済振興政策推進や地域開発、軍事輸送を目的とした、鉄道網の整備推進もあって、国内の機関車需要は急増し続け、従来より高性能な機関車が必要とされるようになった。このため、 当時バーデン大広国国有鉄道で機関車製造担当官を務めていたアレクサンドル・クールタンと隣国バイエルンのシトミュンヘンに所在した有力機関車メーカー JA マッファイの製造部長であったアントン・ハンメルらが協力し1902年にドイツ発の大型急行用機関車とされるフォンボーリース式複式4機頭テンダー機のイード型が開発された この機関車はボイラーから発生する蒸気をシリンダーへ送り込んだ後、そのまま煙突から排出してしまう端式ではなく、シリンダーからの排気を回収し別の低圧シリンダーへ送り込んで再利用することで、炭水消費率の低減を狙った複式が採用され、2100mm 系の大動輪を採用したこともあって、最高速度時速 144km を記録。 J.A. マッファイの本国であるバイエルンの国有鉄道にもほぼそのままの設計で S25 型として1904年に重量が採用されるほどの成功を収めた。だが、この強力かつ高速な機関車であっても、急ペースで増大し続ける列車重量に対応することは難しく、そのためより強力な機関車を求めるバーデン。 対抗国区に鉄道は1905年にイード型に変わるべき急行用新型機関車の公開設計コンペティションを開催した。このコンペティションに参加した JA マッファイは実績のあるイード型の基本設計をベースとしつつ当時機関車設計で先進国となりつつあったアメリカの最新技術や流行を導入し同軸を一軸追加四軸配置に C1 として 強固な膨大枠を採用した機関車を提出、最終的にこのコンペティションの勝者となった。もっとも斬新な設計を多数盛り込んだ結果、この新型機の具体設計は遅れ、実際の車両製造開始は1907年にずれ込んだ。しかも、j、JA、m ッファイ自身は3両の試作車を受注するに止まり、続く量産車32両は、 同社からライセンスを受けたバーデン対抗国国内の車両メーカーであるカールスルー駅回製造が受注1909年1912年1913年と3回に分けて製造・納品されている。本形式はその高性能と優美な外観形状によって好評を博し設計を担当した JA マッファイは以後その設計を基本として 同輪系を 1870mm あるいは 2000mm へ拡大、ボイラーの設計を改良した S36 型を王立バイエルンクニュー鉄道のために設計。これはドイツ国鉄時代になってなおも追加政策が実施されて総数159両に達し、長期間にわたって感染系の代表的優等列車牽引に充当されるというドイツの蒸気機関車市場でも、 有数の成功策となった。さらに、本形式の設計に S3、6型などでの経験がフィードバックされ、便装置やシリンダーレイアウトなどを見直し、動輪系を2 1 0 0ト、mm、ルに拡大した、高速運転対応仕様の複式4機陶機であるアイブ型が1918年にやはり JA マッファイによって、バーデン対抗国国有鉄道のために設計されている。 こちらは生産数が20両に止まったものの、ドイツ国鉄統合後に S3、6型とともに特急ラインゴルトの牽引機として抜擢されるなど、当時のドイツを代表する高速旅客列車用蒸気、機関車の一つとなっている。このように本形式の設計とその成功はドイツの蒸気機関車設計の歴史において重要な位置を占め、1961年に ドイツ国営鉄道が戦前にヘンシェルベーグマンと呼ばれる軽量高速列車系イ専用機として設計された61軽タンク機を改造して高速旅客列車系引用テンダー機へ改造した際にはドイツ最初のパシフィック機を記念して本形式のトップナンバーと同じ18201と付番されている。ボイラーはこの種の大型蒸気機関車で 一般的な三感動構成のキセル式ボイラーでリベットで接合、組み立てされている。加合紙面積は4.5平方メートルで、イード型の設計を踏襲しつつ、面積を約16%拡大し、十分なヒドコ面積を確保するため、同輪工法の大枠上に加室を置いた高加室構造を採用している。そのため本形式はイード型と同様。 重輪の設置が不可避となっている。過失の全部と後部の壁は、大型過失を設置したことで後方へずれた重心の前後位置を前に寄せるために上部が前方へ倒れ込むように傾斜したデザインとなっている。ボイラー使用圧力は16気圧で、この値も、イード型と同一である。ボイラーの蒸発電熱面積は208.7平方メートルで、額面上イード型よりも、 若干低い値となっている。これは、飽和式ボイラーを搭載していた、e、イード型と異なり、本形式製作開始の前年にあたる1906年に一両が、試作された王立バイエルンクに言う鉄道、S に、6型蒸気機関車より採用が始まった、当時最新のシュミット式加熱器を搭載、ボイラー感動部を前後に貫通するキセルが、 直径の大きな大キセルと従来通りの直径の小キセルに区分され、大キセルの中を加熱管が往復するように設計変更されたためで、加熱電熱面積は50平方メートルとなっている。ボイラー全部には蒸気ドームと砂箱が隣接して設置されており、一体のケーシングに収められている。また、煙突は単純なパイプ煙突で、 煙室扉はイ、e、ード型と同様に円錐形のやや尖った形状のものが取り付けられ、ボイラーとシリンダーブロックには光沢のある板金の覆いが付けられている。高架質を採用したこともあって、ボイラー中心高さは 2820mm で、かなり高い重心設計となっている。直径 425mm、高低 610mm の高圧シリンダーを、 大枠内側に直径 650mm、高低 670mm の低圧シリンダーを大枠外側にそれぞれ配置する4気筒構成をとる。これらのシリンダーは設計当時としては画期的な一体鋳造による中高性シリンダーブロックに収められており強固な膨大枠と組み合わせることで高い剛性を確保し、 後述する比較的小直径の動輪を高速回転させるのに必要なシリンダーの高速動作を可能としている。本形式では4つのシリンダーすべてが第2動輪を主動輪とし各シリンダーに連結されたメインロットから第2動輪に備えられたクランク軸を介してシリンダーの往復運動が回転運動へ変換されさらに第2動輪の左右外側クランクピンに 外側シリンダーのメインロットとともに連結されるサイドロットを介して前後の第一動輪と第三動輪へ動力を伝える構造となっている。便装置はワルシャート式の一種であるホイジンガー式で複式四気筒構成のため通常はボイラーから大枠内側の高圧シリンダーに吸気された蒸気が排気後大枠外側の低圧シリンダーに吸気されさらにその排気が 煙室からブラストノズルを経由して煙突へ送られるという二大構成の複雑なスチームサーキットとなっている。また、便装置には高圧シリンダーへの吸気と同時にこれをバイパスして低圧シリンダーに直接高圧蒸気を流すことで起動時の牽引力増大を図るマファエが設計した起動装置が備えられている。膨大枠は 100mm 厚の圧縁後半を 繰り抜いて形成したもので、3つの部品を溶接接合されている。なお、本形式では、第三動輪と重輪の間では釣り合い針の支点を移動させることで、重輪の負担重量を調整可能になっており、これにより動輪負担重量を49.6トンから52.4トンに増加させることができた。ただし、1912年に納入された車両以降は、 この機能が省かれている。本形式は、ライン川沿いの平坦線だけでなく、オーデンバルトやシュバルツバルトの山岳線でも運用する必要があったため、所要の牽引力を確保する目的で、動輪直径はイード型の2 1 0 0ト、mm、ル径から3 0 0、mm、トルも縮小され、1 8 0 0、mm、トルとなった。平坦線において計画されていた運転では、 とても適していることが証明された。もっとも急行用上機機関車としては、小さな動輪系ゆえに高回転数での運転を強いられ、これは機関車にとって大きな負担となり、しばしば故障の原因となった。結果として、後継の愛部型では、最高運転速度を引き上げる必要もあったことから、動輪直径はード型と同じ 2100mm に戻された。 本形式は平坦線では460トンの列車を牽引して時速 110km で走ることができ、また16.3パーミルの勾配区間においても194トンの列車を牽引して時速 55km で走ることができた。バーデン対抗国区に有鉄道時代は後継機種であるアイブ型とともに感染旅客列車牽引用の主力機として運用されたが、 ドイツ国鉄は製造された本形式35両の中で22両のみを引き継ぎ1925年に18.2型と解消した各社の番号は以下の通り製造年ごとに区分して付与された本形式は構造が複雑で整備に手がかかることから S3、6型や IV 型といったドイツ国鉄成立以前に独自設計された他のパシフィック機に比べて かなり早く1930年までに運用を終了した。そのため本形式に保存者はなく、全社とも現存しない。ありがとうございます。